ファミリー。コクうますき焼き月見。それは和内で食べたらあかんで。わ かった。それは食べたらあかん。みんなそれ食べたらあかんで。まあ、美味しいって言うてる人もおるけど、そんほなんするんやっま。たらもうノンアルを2個食べなさい。でも、このやっぱりあれですね、どうでもいいんですよ。なんか原材料とかにその9月がね関係するとか全然ないけど、この9月だけ売る姿勢は好き。そうやね、まあ嫌そでしんょ。なわけでね、たくさん食べます、今年は。あと5個食べるっていうことなんで、まあ、また10月にあなっと5たら、個以上ね。10月になったらね。何月までなんですか？多分ね、今月いっぱいか10月の初めぐらいかこれなと思期う。間書かないんですね、いつまでそうかなは。のよね。だいたいけど毎年約1ヶ月なんで、え、そちょっとれはしょうしもんどいないかこな。と聞いていいですか？どうぞ。このクーポンってね、なんかすごい昔のマーケティングっていうイメージあるけど、今でもこのクーポンって紙なんですか？それとも携帯でクーポンあるんですか？ああ、スマホのアプリ、マクドナルドのアプリ取ったら、そこにクーポンがあって。けどなんか、一端末につき2個までとか、そういう制限がかかってるね。制限つけやすいんか。そう。ほんで、2前、回スキャンしたら終わりとか。ドライブスルー行って、で、何百何番を3つって言ったら、スマホは2台以上持っていますかって言われて、俺一人やって、正直に家一個だけですって言ったら、二個までですって言われて。あれ悪い人は、いや、二個あるよって言って、一人やのに二個あるからって、立ち位置を持ってドライブスルーやったら別にほんまにスキャンはせえへん。番号だけで、このクーポン番番号号を言うだ言うけだかけら。やから、そこの通り抜けられるってことなんや。そう。で、後ろに乗ってるからとか言い張ればね、そんな詳しくも見てこないじゃないですか。もちろんややもちこしいろん。から。あというー、わなんけで。かおもろい。さあさあさあ。そう、はい。じゃあ、すいません。もう、チキンバーガーの話。はい、おしまい。はい、今年じゃはちょ5個以上食べますよっていう抱負をね。はい、次。ふみさんの東京行く日が刻々と迫ってきて、土曜日休めそうやったから、もう土曜日から行っちゃおうと思って、東京に。どうぞ。どこふみ行くさんすん、大か？阪住んでる。ふみさん大阪住んでる。そんなん分かるやろ。関西そう。弁喋っとるがな。まあええがないがな。で、目的は、11日の日曜日に、ディープジュエルっていう女子格闘技のね、イベントが、スカイピアホールやったかな、港区。そこで行われるんやけど、それをね、ちょっと見に行く。待って。ディープジュエル9月11日9/11出てしまった。ごめんごめん。そオッケーオッケー。ごめんごめんごめん。う。もう、なんかおかしい。ディープジュエルって何？ジディーュプ、エル？深い宝石。オッケー、もうカタカナにするわ。オッケー、ごめん。どうぞどうぞ、続けて。で、それをまあ、11日見に行く、11時開場、12時開始やから、まあ、観光する時間ははっきり言ってないわけや、日曜日に行っちゃうと。いや、土曜日から行きたいなと思って。そう、土曜日から行って、ちょっと観光して、渋谷のトレックとか行きたいなとか、あと、東京にさ、ストレンジャーシングスのコラボカフェみたいなのやってて、で、それも検索して、キャンセル待ちで今、並んでる状態なのよ。だから多分、キャンセルは出そうな気はする。とりあえずさ、全部の時間予約してる人がいっぱいやと思うね。で、この時間取れたら、行けたら、もうあとはキャンセルしちゃえみたいな感じのノリの人が多数やと思うから、多分キャンセルは出ると思う。一人やし、俺。だから、楽しみ、ストレンジャーシングスのカフェ。やし、このディープジュエルのね、イベント。そう、なんかもうね、女の人がね、戦うっていうだけでもう、なんかワクワクせえへん。もう、だって、女の人って言ったら、俺の中では、セクシこのスト。弱い存在やセから、クシストです。どういうこと？性差別主義者。俺のこと？いや、だって、女の人はもう、俺の中で守っていかなあかんっていう存在なわけよ。OK、Thank you それ for は差 being 別。ダメですか？ here. ダメって言ってないで。ただ、女の人と男の人が確実に違う存在で、女の人弱いから守らなあかんっていうのは、セクシストですよ。で、別に。
私別に悪いとかいいとか言ってるんじゃなくて、男と女を分けるっていうのはセクシストですよ。分けてるでしょ。はい、こっちの人には俺優しくします、こっちの人関係ないですって。だから男の人に冷たい、女の人に優しい、分けてるでしょ。この分けるっていう行為が差別主義者なんです。いいです、いいです、大丈夫。そんなそれ自体に対していいとか悪いとかじゃないですよ。なんかイラッときた。え、だまあええからわ。彼女たちは女の人だからかっこいいんですか、それともかっこいいだけ、彼女たちだからかっこいいんですか。かっこいいんでしょ、戦ってるから。で、かっこいい。かっこよくないの。え、かっこいいんじゃないんや。なんか、なんやろちょっと違うんや。う。女の人が戦うっていうのが、なんかすごいなと思って。ああ、やっぱりそこに圧倒されるんですか。なんやろう、え、ちょっと全く違考えうたの。ことないの。あ、ほんま違う。に。なんかもう、なんかそういう深い意味はなくて、女の人が戦うっていうだけでワクワクするよねっていう話。質問します。男の人の K1 みたいなのも行ったことある？あんまり興味ない。行ったことはない。テレビでは見たことあるけど、その、あんまり男そのう人ながんや。戦うので、そこまで興味はないかな。おお、テレビでしか見たことないけど、え、これでも初めて行くんやんな。そうやね。だからドキドキしてさ、会場に、その、どんな風に見たらいいんかなとか思って、こう、多分、コロナやから、声は出したらあかんと思うね。コンサートとかでも今そうやね。歓声あるやん。だから、こう、声は出されんけど、まあ、ちょっとこ歓れ声。すみません、男の人と女の人同じ日にやるんですか？なんか別の場所で男はやるみたいね。男はディープ。い、で、ディー女のプ人東は京。そのジュエル、宝石がついてディープジュエルっうん、ていう。じゃあでもこれふみさん初めて行くやん、わすごいとかさ、あかっこいいとか思うかもしれんし、まあ、全然違う感情来るかもしれんし、もしかしたらディープ東京も追うこともあるかもしれんな。そうやな。いろんなこれからどうなっていくかまだ視分野からがへん。ね、広がっていくわけですよ。もしくはやで、海さんがディープ東京行こうか俺みたいな道筋もあるかもしれんな。これからね。そうやろ、そういうこと、そういうこと。俺ちょっとやるわみたいな。俺が？うん、 俺が書くとき習ういや、俺がですよ、もちろん。何 絶対ない 絶対ない。絶対ないね。それはないですか。ほんで、まあ、11日はそれで、まあ、1日終わるわけやん。まあ、次の日仕事やから、それが終わったらすぐ直帰するみたいな感じやけど、問題は土曜日ですよ。どう楽しもはい。うと。なかなかね、これ、東時京間観光。すぐ下手くそなんよね。で、かといってさ、こことここの距離がどれぐらい離れてるかとか、Google マップで見ても、いまいちその、どれぐらいで行けるんかとか、ようわからへん。例えば渋谷からスカイタワーまで、どうやって行くん？すみません、スカイタワーって何でしたっけ？東京タワーの次に建てられた東東京京スタワカーイよりタ高いタワーですか？ワー。そう。スカイ行タけワたら行きたい。ー。そうやな。一回登ってはみたいけど、なんか結構遠そうなんだよね、距離的に。だから時間がどうなんかな。土曜日はどれぐらいお時間あるんですか？多分11時過ぎに東京駅に着く予定かな。え、ちょっと待って、スカイツリーちゃうか？あ、ごめん、スカイツリーちょっとなんか東山出てきてしまったやん。びっくりしイた。タワー、スカイツリーですよ。東京スカイツリー。うん。そう。だからなんか、位置的に渋谷行って、秋葉原行ってみたいな感じかな。秋葉原も行きたいのよね、やっぱオタクとして。ああ、オタクたるものですか？そう、だから秋葉原で何すんのって言われても別に目的はないねんけど、まあ行ってみたい。あとメイドカフェ。初めてのメイドカフェを本場の秋葉原で楽しんでみたみたいな。メイドそうカいうフェ。のも楽しいかな。そう、メイド喫茶、メイドカフェとか秋あ葉るか原ら。ね。秋葉原。渋谷からやとなんか電車で7分とかやったかな。スカイツリーと秋葉原めっちゃ近いで。
そうなの？見れる？地図。今、安住さんのツイッチで見てる。そう。スカイツリーと秋葉東原京結に。構方向近いで。あ、位置的には同じ向き？それあれちゃう？最後渋谷の方がいいんちゃう？そうなんか。だからもうスカイツリースタートの秋葉原渋谷みたい東京駅で降ります。そのまま、なんか、な。品川じゃない新の？幹線を、品川で品降りひんの？川？何それ？どういうこと？いや、なんか品二箇所で止まんの？川で、新幹線って品川で止まって東京止まるやん。品川、品東京、川の方がええの？ちょっと待って。ああ、東京駅真ん中ですわ。東京 OK、駅真ん中、千代田区なのかよ。渋谷に行きたいんやったら、品川がいいあ、し、そうなんや。だからスカイツリーの方から攻めるんやったら、東京駅まで行って、スカイツリーの方行って、で、秋葉原行ってからの、その後渋谷に帰ってくるみたいな。マジか。こでそ寝れ、るじん？ゃ、シングスのカフェ。一応、ホテルは取ったの。日本橋っていうところの日本ホテ橋ルってね。東京駅ちゃうの？そうそう、そこから近いからええかなと思って。ほんで、そこで泊まって、次の日、その港区のディープジュエルの会場まで、近そうやから、東京駅からその電車乗って、ああ、そうなんや。ああ、ホテルとかいいん行っちてみゃう？たいな。品川で降りてさ、渋谷行って、ほんで、まあ、時間あったら夕方ちょっとスカイツリーとか行ってさ、眺める。で、宿に帰ってくる。日本橋帰ってくるみたいな感じでいいんちゃう？どっちがいいんやろな、その昼間の明るいところで上から見るんか、それともちょっと暗くなってから夜景チックなのを見たらええのか。けどな、一人やからな、そんなロマンチックになってもしょうがないよな。でもそろそろ時間なくなってきたからエコーズ行ったら？ そう、それもそうやね。ライパで、じゃあ、音鳴らさんでいいの？やでも、で、これ楽だしけみにこ行れきまだす。け、ストレンジャーシングス何時に行けるかわからんのがポイントな、問題な。一応、なんか何時から何時、1時間ぐらいおきにこう予約できるみたいで、2時ぐらいやったら、落ち着いてるかなと思ったんで、そこのところのキャンセル待ちにした。2時ぐらいなんや。うん、ああ、わそうかりそうました。そうそう。で、東京に何時に着くかは、ふみさん朝何時に起きて電車乗るか次第ってことやんな。そう、だから何やったらもう金曜仕事終わってから行くかと思って、めっ2ちゃ好泊きやん。3日。すげえなと思って。それもいいと思うで。だって普段そんなんせえへんやん。せやろ、ちょっとドキドキ。それすると、会社の JR から新大阪まで1本で行けんねん。便利。いや、そんななんかドヤ顔せんでも、私そこ住んでたよ。一回、じゃあ、JR 長瀬駅できたん知らんやろ？あ、知っいてるや、か？そう、ずっと作っとって、そう、できたのよ。花店の何線やっけ？開通したら JR。とうとう開通したんや、あれ。そう、めっちゃ便利。一回行ったけど、新大阪まで。よかったね。私、おった時はさ、そう、北新地までしか通ってないからさ、あ、そうだな。だから北新地からさ、新大阪まで伸ばします言うてな。おめでとうやで。よう、ようやった。わ かりナまイした。ス。